はい、配信始まりました。エクスランバトですね。現在ロジア中ですが、コメントもすでに2ついただいておりますが、映像ゲームマイクなどいかがでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい。マイク変えますね。マイク2本あるので。マイク2本目です。こちら含めてどうでしょう。大丈夫であればリアクションいただけると嬉しいです。ぐるぐる回して OK です。ありがとうございます。というわけで、すぐすぐ大会やるわけではないですが、ちょっとゆるーくやっていきたいと思います。かける方を3日後に控えてって感じですかね。先生の方もちらほらいらっしゃって、開催店の方もいらっしゃいますので、いつもね、スランバと等はまたちょっと違ったメンバーになりそうです。普段はハゲさんの回してる感じですが、本日は木曜開催ということで、私大変やっております。なんか普段と違うとこあったら教えてください。ちょっと都合が一部分かってないところもあったりすると思うんですけど、配信大丈夫なら大丈夫だと思いますけど。じゃあ本日は小山は X8 セットご用意して皆様をお待ちしております。というわけで、しばらく味合いを移す感じにはなるかなとは思っております。合わせて店内の方に、引き続きのご案内です。現在、X ランバトのエントリーを、カウンターにて行っております。味合いの合間に、受付の方こちら来て、カウンターの方来ていただいて、まずは大会参加者の方は受付済ませていただければと思います。ちょっと緩めにやっていく予定ではございますので、ランバト多分いつもより多いんじゃねえかなと思います。
明らかにいつも見ない人がいます。いつもの人じゃない人もいます。ちょっと僕でも分かる遠征者の方はちょこちょこいらっしゃるので、メンバーは濃そうです。名古屋のパルコマルさん、はい、そうですね、現在配信台に映っていらっしゃいますよね。すげえなこの戦い。あー、レクシレクシヒョーすごいゲームですよこのゲーム。暗い投げ。ハイネバーサスおじさんまだじゃあお言わせてくださいよ何もないですよそれ。僕もちょっと X 最近触ってはいるんですけど、とにかくねなんかどうしようもないところが多い。普段サードやってるからっていうのはありますけど、なかなかね。ごまかしが効かないと言えばいいのか。いろいろと厳しい。いろんなの。なんか入力制度とかもそうだし。アドリートもこのキャラ強いですよ。絶対強いと思いますよ。サード投げキャラ不遇ですからね基本的に。そもそもゼロフレの投げっていうのは、ね、感覚的になかなかゼロフレっていやいないよ。は投げのその性質がね全然違うのが。やっぱりでもすごいですよね。あの土曜日、5日の土曜日か、5日の日曜日に、デイトナ式にて、かける X5 の大会こちら行われるということですが、当日予選とかやると200とか行くっていう話です。この事前エントリーが34チーム170人だ。おほほほほほ、すげえ。データが広いからいいですけどね、なかなか200人規模の大会って珍しいので、ね、このゲーセンで行うには。そういうのも含めて楽しみですね。Round one, fight!
でも200だとさすがに満員だと思いますね。そこ広いんですけど200は、うん、大山でだいたい150はできないですね。大山が100でちょうどいいっつったら変ですけど、200はもう絶対無理です。入れ替え制になりますね。大山武器ってよく考えたらダメで、ダメですか。僕はダメだと思います。ツイッチの方でもこんばんはといただきますね。ありがとうございます。あすいません。21時スタートぐらいを目安にできればと思ってます。だいたいゆるい感じです。まあいつもよりちょっと早めにじゃないですが、いつももうちょいラフな感じ。まあ10時ぐらいからやってるのかな。なんでしょうね、ちょっと遅れるかもっていうエントリーの方もいらっしゃって、お話をいただいているので、その方とかっていうのは待とうかなと思ってます。今日は年金税の方が来てる。年金税って誰かって言ってるけど、年金税ってすげえよ。
はい、サイドのご案内です。現在カウンターにて、X ランバットの受付を開始しております。皆さん大体エントリーは済ませていただいたかなと思いますが、一応9時目安にやろうかなと、大会をやろうかなと思います。大体皆様いただいてるかなと思いますが、なんか遅れてくるかなっていう方とかいらっしゃれば、
事前にお話しいただいておけば、こちらでフォローできるかと思いますので、何かその手のお話があればご相談ください。現在16人かな、まあ、多分プラスアルファいそうですが、というわけで、何かございましたらご相談いただければと思います。ということで、もうちょっとごめんなさい、ちょっと早めに配信始めましたが、引き続き、よろしくお願いしますですね。ラジアイをお楽しみください。
すみません。ちょっとですね、海外勢の方で、遅れ目の方がいるということで、ちょっと早朝を待っております。ご了承ください。21時には始められる、ぐらいのノリでいこうと思います。はい、ということで、すいませんが、もうしばらくお待ちください。